はい、タイデンです。片付けしないでごちゃごちゃ感が増しております。はい、久しぶりにというか、あんま走らせたことがないやつで、トミックスのキハ 183K550 番台特急ディーゼルカですね。はい、この頃のやつは、説明書がこういう説明書じゃなくて、あれですね、このケースのここの部分に入っている こういうのの裏が説明書になってんですよね。はい、古いタイプ、はい、なんか YouTube で板谷峠の動画とか見てて、まあ実物のね、キハ 180K と EF71 のつないでるやつとか、実際それは YouTube でまだ動画見つかってないんだけど、そういうディーゼルが見たら走らせたくなってきて、実際になんか、こんなのも買ってたり、2019年の8月くらいに HET 色ってやつ、青いというか紫というか、あれが入ってるスーパー大空とかかな、結構キハ 181K とか 183K とか 185K あたり好きなんだよね。で、なんかトミックスから今度出るあのキハ 81K の翼と、EF71 の1字型かな、EF71 はなんか2つとりあえず注文しちゃったみたいですけど、まあ問屋さんの方であればっていうことだけどね。なんかキハ80、まあ81も82もキハ80系列なんだけど、あの先頭車だけ違う。あとは宿道車が キハ81が登場した時はまだキサ80って宿道車にエンジンを積んでないタイプだったのかな、初期のはね。で、初めね、EF64、まあ、あそこ直流電化だったからできた当初は、EF64 が補給をやったんだけど、180系になる前の2年間ぐらいはもう交流電化に変わってたから、まあキハ80系に、EF71 でもおかしくはなかったんだよね。あんまりこの色って好きじゃないかもしんないけど、まあこの系列は好きだけどね、この色はあんまり好きじゃないかもしれない。で、まあ、このハイデッカータイプのグリーン車よりもこっちのグリーン車、こういうハイデッカーじゃないグリーン車の方が好みです。ちょっとキロ180にも似てる。
まあこれはTNカプラーが出る前のやつだから、こっちはもうTNカプラーになってるんだよね。うん、どうもありがとうございました。